こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3DCAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日は圧力容器の強度計算について解説していきます。今日お話しする内容は次の4つですね。内圧がかかる容器の応力計算。これはフープ応力という計算を解説します。 それから圧力容器の破裂は重大な事故につながる。金属の場合は腐れしろを計算に入れる。溶接する場合は溶接効率を考慮。今日はこのような内容を解説していきたいと思います。それでは今日もインベンターのアニメーションを使って説明していきたいと思います。それではこのような圧力容器を考えていきたいと思います。 この容器は電磁弁で開閉して圧力を溜めたものを流したり溜めたりする容器です。左上の入り口からコンプレッサーのアクエアを入れて溜めていきます。電磁弁を閉じた状態でエアコンプレッサーの圧力をここに溜めます。ちょっと溜めてみますね。徐々に圧力計が上がっていって最大 0.7メガパスカルまで貯めて使うことを仮定したいと思います。で、この状態で、この容器の中の内圧は0.7メガパスカルかかってるっていうことですね。では、この0.7メガパスカルがかかった時に、この圧力容器が破裂しない、破壊しないような設計をしなければなりません。その時に、どのような計算をするかというのを解説していきます。 この内圧のかかる応力計算、これはフープ応力という計算をしていきます。フープ応力の公式は、板圧を t、内圧を p、それから容器の内径を d としたときに、この容器の円周方向にかかる応力シグマは、シグマイコール pd 割る 2t になります。内圧 p× かける内径 d、 を板厚の2倍で割れば、応力を算出することができます。この値が、この容器の材料の許容応力に達していなければ、破壊しないという判断をすることができます。圧力容器の応力計算は非常に大切で、もし破壊した場合は、とんでもなく大きな事故が起こることになります。え皆さん頭の中で想像していただきたいんですけど、例えば風船ですね。 風船を膨らまして針でつくと割れると思うんですけどもあの小さな風船でたった少しの内圧がかかってるだけで破裂するとあれだけ大きな音がするわけですねですからこのように0.7メガパスカルも圧力がかかっている容器が破裂した場合はとんでもない事故が起こるというのがよくわかると思いますですから圧力容器を設計する場合は必ず強度計算をしてください それで今日お話しする内容はあくまで基本中の基本をお話しします。実設計では非常に複雑な規格が定められていて溶接の効率とかそれから溶接の開先の取り方とかそれから使用するこの容器の温度ですねそのあたりで非常に複雑な規格が定められています。でその資料もも、後でご紹介しますけども 今日はあくまで基本的な常温で0 7メガパスカルがかかった時の応力計算をしていきますのであくまで基本だと捉えてくださいそれでは具体的な数値を設定して実際に計算していこうと思いますそれでは具体的な計算をしていきたいと思いますこの圧力容器の内径 D を3 0 0 m リ、内圧 P を0 7メガパスカル、 この圧力容器の材質の許容応力を1 0 0スカルとした時の板厚 t を算出したいと思います。白肉円筒のフープ応力の公式はシグマイコール P かける D 割 2T です。これを t= イコールの式に直すと t イコール p d る2かける σ と変形することができます。 ここに先ほどの数値を代入して計算しますと t イコール0.7ベガパスカル ×300 ミリ割る 2× 許容応力100ですね。これを計算しますと板厚が t イコール1.05と計算することができます。 ということでこの条件のもとでこの圧力容器に必要な最低板圧は 1.05mm と算出することができましたそれではここでフープ応力の公式シグマイコール 2t 分の pd これについてこの根拠を考察していきたいと思いますフープ応力の考え方はこの円筒状の板圧の面積ですね ここに内圧がかかった時に引っ張り力がかかってその引っ張り応力が許容応力以下であることを確認する公式ですね。ですからまずこの内圧がかかっている部分が板厚に及ぼす力これを算出します。この力を F とすると内径 D 筒の長さを L とするとこの部分の投影面積は D×L になります。 でそこに圧力 P をかけてこの板厚部分に及ぼす力 F は D×L×P ということになります一方でこの力を受ける円筒部分の面積ですねこれを A とすると板厚 T× 長さ L それの2倍ですねですから面積 A は 2TL ということになりますでこれを引っ張り応力の計算式に当てはめますと 応力シグマイコール F÷A ですね力を面積で割れば応力が出ますこれに先ほど計算したものを代入すると D×L×P÷2TL ですねこれを計算すると L が消えますので結果 2T 分の PD ということになりますこれがフープ応力の公式ということですねですから L が消えるということは 白肉円筒の内圧がかかる応力の計算には長さは関係ないという結果になりますね。板厚と圧力と内径 D のみで計算できるというのがフープ応力の公式の根拠ということになります。それでは最初に計算した板厚1.05が正しいかどうか計算サイトで検証してみようと思います。 こちらは計算という様々な科学技術の計算が使えるサイトですね。こちらで圧力容器の内圧における銅や配管の板圧計算というのがありますので、これを実際に使っていきたいと思います。で、ここの一番上の式、板圧 t イコール 2s イータマイナス 1.2p 分の pdi プラス c というのがありますけども、 これは先ほどの風貌力を変形したものですね。腐れしろと継手効率。これを考慮した計算式になります。ちょっと使ってみようと思います。設計圧力が今回は0 7メガパスカルですね。0.7を入力しますで。内径が300ミリですねで。設計温度における許容引っ張り応力。これを1 0 0メガパスカル。 で、次手効率は100のまんまで、腐れ白もまずは0でやってみたいと思います。それで計算すると、はい、最小必要いた圧が1ミリと出ましたねで。先ほどの私が手計算で計算した結果と一致していると思います。腐れ白っていうのは何かっていうと、例えば屋外で使うようなタンク、圧力容器の場合、材料が鉄系の材料だと錆びてきたりしますよね。で、錆びてくると、 板厚が減少していきますので、これを腐れ白っていうんですね。これを考慮するのが、ここの C ですね。ここに腐れ白1ミリを入れてみようと思います。それで計算すると、はい。最小必要板厚が2ミリと出ました。それでは次に、鉄鋼材料の各温度における許容引っ張り応力というのを見ていきたいと思います。材料っていうのは、いつも同じ許容応力を示すのではなくて、 温度が上がれば上がるほど弱くなっていくというものですね。これは皆さん感覚的にお分かりだと思うんですけども物質っていうのは温度が上がってくると柔らかくなりますよね。ですから許容応力も低くなっていきます。で一番上の一発塩用鋼材 SS400 なんかですと各温度における許容応力っていうのが100になってますね。で最高使用温度350ぐらいですね。ですからおよそもう300度を超えると SS400 っていうのは使わないということが一般的に言えると思います。許容応力100メガパスカルですから、安全率4を見込んだ値ということですね。で、その下のボイラー及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン航行剤とこれを見てみたいと思います。けども、この場合は常温における許容応力は121メガパスカルになってますね。で温度が上がって。 で350度を超えた,あたりかから許容応力がが小さくなっていいるるのがわかると思いますこのようにこのボイラーとか圧力容器用の SB 関係 SB480SB450 という圧力容器用の材料は高温で使えますけども引っ張り応力がどんどん小さくなっていきますのでこのようにどのような使用温度で使うかっていうのも非常に重要で引っ張り応力が変化すると。 いうのを頭に入れておく必要があります。それでは次に圧力容器の詳しい企画、基準について見ていきたいと思います。こちらは J ステージという学術記事を無料で参照できるサイトになります。こちらに圧力容器の基準の資料がありましたので、こちらを参照していきたいと思います。はい、こちらが高圧円筒容器胴体の肉圧設計基準式についてというお話が書いてあります。 圧力容器の各種設計基準の比較ということで3番に書いてありますけども3の1がアスメ規格ですね。これはアメリカの規格だと思いますね。で3の2がドイツの圧力容器業界の規格ですね。このように複雑な式が規定されているようです。3の3が高圧ガス取締法。3の4が圧力容器構造規格で3の5がジス規格ですね。 ここの計算式を見てみると、先ほどの風貌力の式が書いてありますね。t が動部最小厚さ、p が最高使用圧力、d が内径ですね。でシグマが鋼材の引っ張り強さ。でここに書いてあるのが、引っ張り強さに対する許容引っ張り応力の割合が4分の1ですね。安全率が4倍ということが書いてますね。 で、イータが長手継ぎ手の効率ですね。このように細かな配慮をした計算をする必要があると書いてあります。この資料のリンクは概要欄に貼っておきますので、よろしければ後で参照してみてください。今日は圧力容器の強度計算方法についてお話しさせていただきました。皆さんの設計にお役立ていただけたらと思います。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。